腹立つじゃないんですけど、うんうん、まあいわゆるありがた迷惑みたいな、あ、まあありますよね、よく、まあ、よくあるじゃないですか、うん、全然クレームとかじゃないですよ、はい、怒ってもいないですよ、はいはいはい、僕 UberEats で、うん、よく利用するんですけど、はいはいはい、その店によってちょっとサービスしてくれるんですよ。あ、あるね、ある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 でしょ、なんか、うん、これサービスですみたいな、一品多くつけてくれたりね、うん、いつもありがとうって言ってね、うんうん、近所の、はい、近所でもないのかな、うん、ごめんなさい、場所までは分かんない、まあ Uber Eats 範囲内ですわ、はいはいはい、中華料理屋さん、あ、中華料理ね、うん、うん、中華料理とかで、まあ、頼むじゃないですか、料理、うんうん、ちょいちょいサービスしてくれるんですよ。これサービスですみたいな一品くれるんですけど、中華とかタイは多いですよ、タイ料理の多いですよね、うん、サービス多い多い多いは一品ごま団子つけてくれたりね、はい、必ずつけてくれるんですけど、必ずなんですか、もうほぼつけてくれる、すごいですね、はいはい、なんかただ鶏の皮の唐揚げみたいなのつけてくれるんですよ。まあつまみにはいいですよ、鶏皮の唐揚げみたいな、うんうん、はいはいはい、めちゃくちゃ脂っこい中華は脂っこいもんでしょ、バオさん。めちゃくちゃ脂っこいしもうなんか全部食えんすよ、はい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 、栗の皮、まあ、頼んでないしね、そもそもね、そもそもそうなんそうなんそうなん、うん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 、結構あれでもたれるぞっていう。確かにそれ42歳には送ってほしくないですよね、そりゃ、うん、胃もたれ、そう、うん、かといって、はい、おまけいらないですとも書きづらいし、なんか書けないでしょ、そもそも。なんか一応なんかね、細かい注文できるんですよ。あ、うん、なんかソース多くしてくださいとか。あ、そう、これは文句あるわ。そうそう、思い出した。なんすかなんすか。これもうね、言いたい。なんか思い出し、はい、思い出しいいから、はい。いきなりステーキを。うんうん。いきなりステーキ、いいお店ですよ。いきなりステーキの UberEats、うん、これもう聞いてる人、もう関係者いたら頼む。ソース絶対足りん。え、そうなんすか。ちょうどいい量を送ってきてくれてるんじゃないですか。いやいやもうそうそう、絶対足りん、あれは。毎回うん、醤油とか足すもん。それかだからそのソース多めにお願いしますって言ったら、うん、多くしてくれるんだけど、はい、言わないと足りない量。やべえ、今日言うの忘れたっていう時も絶対足りんから。そんなことありますか。まあ人によるだろうけどね。まあまあまあ、そのソースは別パックというかあれで来るんですよ、はいはいはい、袋みたいなやつね、はいはい、そうそう、なんかよく醤油入ってるようなやつで来るんですよ。こちらがどちらからでも諦めますみたいな的なやつで来るんですけど、俺には足りん、あれ。確かにそのせっかくステーキ、ね、いいお値段で頼んでるわけだから、そう、うん、俺ソースびちゃびちゃ系だから頼む。ああ、なるほどね。それはちょっと難しいね、うん、確かに自宅にもステーキソースを置いとくしかないですね、もう。そうなんですよ、うん、まあ、でもちゃんとごめんしてくださいって言った時は、うん、多くもこれでも買ってくれ、多くしてくれるからいい。良心的じゃないですか。確かにね、確かにめちゃくちゃ良心的。なんかこれなんかこれもちょっと怒られるかもしれないですけど、はいはいはい、そういうのちょっと多めに欲しいんですよ。いや全然わかんないな、僕もいらない派だから。あ、本当に。僕もなんでこんなつけるの、冷蔵庫とか、うん、なんか余ったソースいっぱいあるんですよ。いやもうそうそう、いや僕それがもうわけわけわけ。でもさ、あの冷蔵庫にあるソースとか醤油さ、一生使わないじゃん。いや使わない、一生使わない。だからストックされていくの、ひたすら。いやストックされるのは分かるけど、冷蔵庫めっちゃたまるわ。でもあれはいいのよ、ストック。あれ、うん、ウエストランド井口さんがコメントしてくれてますよ。本当だ。僕はカツカレーの出前頼んでカレーが入ってなかったことならあります。これ聞いた、どっかで聞いたことあるぞこれ。やばすぎでしょ、カレー入ってなかったわ。やっぱ井口さんクラスになるともう引き寄せますから。やばいね。うん、クレームエピソード。カツ丼にもならんしな、それだもん。クレームエピソード引き寄せちゃうんで、井口さんクラスになると。カレーの方入ってる、やばい。ラーメンの麺入ってるようなもんだもんね、それはやばいな。カレーのカレーが入ってるにもならないの、それ。カレー。いやでもウーバーミスは結構ある。